ジョン・バンリンはアメリカバージニア州ニューポートニューズ出身の男子テニス選手。フルネームはジョン・ウィリアム・ファンリン・ジュニアという1920年代から1930年代にかけてアメリカを代表するダブルスのスペシャリストとして活躍した選手である。彼はウィルマ・アリソンやジョージ・ロットと組んで多くの好成績を出し、とりわけアリソンとは 男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手として、チームの歴史に残る記録を残した。彼は1930年に、同じくダブルスの名選手であったマージョリー・グラッドマンと結婚した。ジョン・バンリンは1923年ウィンブルドン選手権でテニス界にデビューし、1929年からデビスカップのアメリカ代表選手に選ばれた。 彼のデハイデビューは5月16日から18日に行われたアメリカンゾーン準々決勝のカナダ戦で5月23日から25日の準決勝で日本と対戦した。アメリカチームはバンリンとジョン・ヘネシーの二人、日本チームは大田吉夫と安倍民夫の二人が出場し、アメリカが4勝1敗で勝ったがシングルス第4試合でバンリンが大谷に4から6、7から5、 6から2、4から6、5から7で敗れたことがあった。彼は8年間のデハイ代表経歴を通じて、シングルスは通算7勝1敗であったが、この1敗は大田義雄によるものだった。5月30日から6月1日に行われたアメリカンゾーン決勝の対キューバ戦で、バンリンは初めてウィルマー・アリソンとコンビを組んだ。ここで意気投合した2人は、 1929年のウィンブルドン選手権男子ダブルスで初優勝を決め、デハイ米国代表チームの不可欠な戦力になっていく。バンリンとアリソンのコンビネーションは、ネットプレーの得意なバンリンが右側のコートから返球し、アリソンが左側を受け持つスタイルだったという。このペアは当時の男子テニス界において優れたダブルスチームの代名詞のような存在になっていった。 1930年、バンリンとアリソンは、ウィンブルドン選手権の男子ダブルスで2連覇を達成し、この年から1936年までの間に、全米選手権の男子ダブルスで6度の決勝戦に進出した。1931年が、ジョン・バンリンのテニス経歴を通じて、単腹ともに最も好調だった年である。彼は、全仏選手権から全米選手権まで、 4大大会男子ダブルス3連勝を成し遂げ、3大会連続でシングルスのベスト8に進出した。ダブルスの優勝パートナーは、全仏選手権とウィンブルドン選手権はジョージ・ロットで、全米選手権はアリソンであった。全仏選手権は1931年が唯一の出場でロットと組んだ男子ダブルスで優勝し、 シングルスは準々決勝で日本の佐藤二郎に6から8、6から1、6から2、4から6、3から6で敗れた。ウィンブルドン選手権の男子ダブルスでもロットとバンリンのコンビで優勝し、バンリンはウィンブルドンの男子ダブルスで3連覇を達成した。この大会のシングルス準々決勝ではフレッド・ペリーに敗退する。全米選手権では再びアリソンとのコンビに戻り、 シングルスで3年連続のベスト8に入った。アメリカ人の男子テニス選手として、全仏選手権から全米選手権まで4大大会男子ダブルス3、連勝を成し遂げた選手は、今なお、バンリン1人だけである。全米選手権の男子ダブルスで、ジョン・バンリンとウィルマー・アリソンは1930年から1932年、1934年から1936年の6度決勝に。 進出し、そのうち1931年と1935年の2度優勝した。かつて、フレッド・アレクサンダーとハロルド・ハケットの組が1905年から1911年までの7年連続で全米男子ダブルス決勝に進んだことがあり、バンギンとアリソンは同一ペアとして大会歴代に記録を残した。百三十五年、バンギンとアリソンは 久々のウィンブルドン男子ダブルス決勝に進んだが、当時心境を一しかった、オーストラリアペアのジャック・クルフォードエイドリアン・クイスト組に3から6、7から5、2から6、7から5、5から7で敗れ、ウィンブルドンでのさらなるチャンスを逃した。この試合について、バンリン本人は第5セットで僕たちにマッチポイントがあった。彼らがまぐれあたりのロブショットを上げて、 僕の簡単なボールだったのに、あの場面がまずかったと、後日にも、この逆転負けを悔やんでいたという。シングルスでのジョン・バンリンは、全仏選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権とも、ベスト8が、自己最高成績で、1931年に、全仏選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権で3大会連続のシングルスベスト8に入った。 全米選手権では1929年から1931年と1936年、1937年の5度ベスト8に進出しているが、全仏選手権とウィンブルドン選手権の8強入りは1931年だけである。彼にとって唯一の準々決勝で敗れた相手は、全仏選手権は佐藤二郎で、ウィンブルドン選手権はフレッド・ペリーであった。 1929年全米選手権では、初進出の準々決勝でビルチルデンに敗れる前に、4回戦で、安倍民美王6から3、8から6、5から7、6から4で退けたこともある。彼は、テニス経歴を通じて、少なくとも3人の日本人男子選手と対戦した、ことになる。ジョン・バンリンは1929年から1936年までの、間に、 デビスカップでシングルス7勝1敗、ダブルス22勝2敗の成績を残した。彼はダブルス通算勝利数で、米国チーム歴代1位記録保持者であり、パートナーは、ウィルマアリソンと組んで14勝2敗、ジョージ・ロットと組んで6戦全勝、ジョン・ヘネシーと組んで2千二2勝の成績であった。半世紀後の1980年代に、ジョン・マッケンローとピーター・フレミングが、 デハイ米国チームのダブルスで14勝1敗を記録し、バンリンアリソン組の記録に並んだ、になった。アメリカチーム代表選手としての出場試合数でも、ジョン・バンリンとウィルマー・アリソン、ビッグ・セイシャス、スタン・スミスの4名が24試合でチーム2位体に並び、マッケンローが30試合出場で単独1位に立った。百六十三年、ジョン・バンリンは、 ダブルスパートナーのウィルマー・アリソンと一緒に国際テニス伝道入りを果たす。彼は同年代のライバル選手たちの中では最も長生きし、1999年8月7日にフロリダ州パームビーチにて94歳の高齢で亡くなった。ありがとうございます。